税制改革案だ。すぐに取り掛かってくれたまえ。身分制度を廃止し、新たに法整備を進める。異論のあるものは？よろしい。では次の改革案についてだが、こちらをもとに。ありがとう。今日はもう休んでくれ。そうさせてもらおう。ん？何かね。あなたはいつ寝ておられるのだ。ああ、そのことか。七光星教の天使は眠らないともっぱらの噂だ。あなたの仕事ぶりを見ているとつい信じそうになる。君たち元貴族の役人には無理を強いているからね。命じた私がのうのうと休むわけにはいかないだろう。心配せずともちゃんと休んでいる。働いてから休むよう心がけているだけだよ。経過は良好ですわね。いや、大したもんだね。一時は腹ごと飛び出てたってのに。それがこんなに元気になってね。いって、とにおめえはガサッだな。あんたの娘だからね。ふん、たく。しかし本当に世話になったな、ケイネ先生。医者の務めを果たしただけですわ。いつまでも寝てられちゃ困るんだよ。親父が寝てる間にえらいことになってんだから。ああ、うちの村が帝国に喧嘩を売ったってな。いいところ見逃しちまったね。俺もさっさと怪我直して戦に出ねえとな。無理するようならもうしばらく眠っていてもらいますわよ。お、まったく、もう少し体をいたわってくださらないと。すまないね。お、ルースさん、どうしたんだい。リンゴがこう、ルーは息を吹き返したんだよ。飲まず食わずで何やってたんだい。ルー、先生に掛け算のテストさんを出されてるの。だからククっていうのを覚えようとしてるんだけど。クック？掛け算のお歌なの。覚えれば掛け算が楽にできるようになりますわ。掛け算ね。掛け算か、俺もよくわからんな。大丈夫サル。掛け算なんてできなくても立派に生きていけるさね。そうそう、俺たちみたいにな。ほっ、ダメな大人の見本なの。僕は商人の基本だって先生に言われたのに、ルー全然覚えられないよ。何事も基礎は大事ですからね。頑張って勉強するしかありませんわ。発電所建設は順調のようだな。石炭も大量に確保できたしな。発電した電力は小型原子炉から分離した大容量バッテリーに蓄電するようにしてるから。明日には試運転が開始できるコマ。ならばこれで電力問題は解決だ。ありがとう、リンゴくん。それじゃあ私は次の工程に進むね。よろしく頼む。バイバイクマ。次の工程？旋盤やフライス盤などの工作機械の製作だ。春の戦いに向けて部隊の一部に銃を配備する予定でね。部隊の近代化か。って自動製造工場じゃないのか。ああ、銃や火薬はできる限りこの世界の人々の手で製造してもらう。これは彼らのための戦いなのだから。なるほど。俺たちにおんぶに抱っこで与えてもらった自由じゃ意味ねえもんな。その通り。それにリンゴ君には可及的速やかに防空システムを構築してもらわねばならない。防空ってミサイルでも飛んでくるのか、この世界で。
この世界にも魔法や竜による航空戦力はある。空への警戒は必要だ。それに忍から気になる報告があった。天の炎？そうそう、町一つを壊滅させる威力を持つ戦略魔法ってやつでね。北領総督オスロー・エルギュスターブはかつての戦争で天の炎を使い敵国の都市を火の海に沈めたって話だよ。北領総督か。天の炎とやらがここドルムントにぶち込まれる可能性は高いな。そういうことだ。スカタさん、リルル君、ウィノナさんたちとエルム村に戻らなかったのかね。はい、自分が原因になった戦いでもありますから、少しでも皆さんのお役に立ちたくて今炊き出しのお手伝いをしているんです。そうか、ありがとう、助かるよ。あの、司さん、何かね。よろしければお昼をご一緒にどうですか。え、助けていただいたお礼ちゃんとできてないですから。せっかくだが気持ちだけ受け取っておくよ。これから会議があるのでね、すぐに戻らねばならないのだよ。マサトさん、私司さんに嫌われているのでしょうか。まさか、忙しいだけだって。そうでしょうか。なんとなく私に近づいてほしくないような。リルルちゃん、やっぱり怒ってるんでしょうか、戦争の引き金になってしまったこと。そんなことねえって。じゃあこの耳が気持ち悪いとか。落ち着けよ、大丈夫だから。でもそんなマジ泣きすることなくね。だって不安なんです。あいつな、後ろめたくてリルルちゃんに合わせる顔がねえんだよ。え、村のみんながリルルちゃんを助けようとしてた時に一人だけリルルちゃんを見捨てようとしたからな。そうだったんですか。勘違いしないでやってくれよ。あいつだってリルルちゃんを助けたくなかったわけじゃない。村の連中を思っての提案だったんだ。はい、分かってます。あいつはいつも大多数の幸福を最優先に考える。その結果自分の大切な人を犠牲にしたとしても俺には理解できねえよ。はっきり言ってあいつはイカれてると。まああれだ、あのバカが勝手に瞑想してるだけだからしばらくほっとけばいいって。すみません、建物の築年数は同行した職人たちによる見立てでこれ以上正確には算出できず。うん、市街地整備には欠かせない情報だ。難しい仕事をよくやってくれた。あ、明日は休暇にしておこう、ゆっくり休みたまえ。ありがとうございます。さすがに無理をしすぎたか。どちら様かな。リルルです。今お時間よろしいですか。すまないが明日も忙しいので早めに睡眠を取ろうと思ってね。また日を改めてもらえると。わかりました。寝るということは今日はもうお仕事はないんですね。え、お邪魔します。そんなに急ぎの用事なのかね。はい、お礼をさせてください。お礼と言われてもね。何でもいいですよ、私にできることなら何だってしますから。礼など必要ないよ、私は君を見捨てようとしたのだからね。知ってます、でもそんなの関係ありません。私だって私一人が我慢することで村のみんなが救われるならそうしてほしいって思ってました。なのに司さんはあの時私を助けに来てくれました。
お礼ぐらい言わせてください。私は君が考えているような人間ではないよ。そんなことありません。司さんは優しい方です。司さんは子供たちのことを思ってマヨネーズを作ってくれました。乱暴な人たちを追い払ってくれたのも司さんです。森の主に襲われた時だってエルム村のみんなのことよく考えてくれて、司さんはいい人です。私は実の父親を殺したのだよ。政治家だった父は幼い私の憧れだった。だがある日私は気づいてしまった。彼の地位が目を覆いたくなるほどの不正によって成り立っていたこと、国民を騙し権力を欲しいままにする父を私は許せなかった。商人や忍と協力し父の不正を暴露、裁判の末父に死刑の判決が下された。あなたは行かれてるわ。私は公共の正義を最優先し、結果実の父を死に追いやった。そんな私を母は今も憎んでいるだろう。当然のことだ。罪を犯したとしても母にとって父は愛すべき人だったのだから。だがそれでも私は父を許すことはできない。なぜ君が泣いているのかね。ごめんなさい。私司さんの気持ちを思うと悲しくて。どうしてそこまで辛くはないんですか。そうだね。だが後悔はしていない。我欲を持たぬ成人にしか務まらない仕事、それが私の目指した政治家という職業なのだから。司さん、すまない、つまらない話をしてしまったね。あ、リルル君。司さんは勝手です。勝手に負い目を感じて遠ざけて、自分は嫌われて当然だなんて思ってるかもしれませんけど、あなたの思い通りになんて絶対になってあげません。私は司さんのこと嫌いになんてなりませんから。参った、降参だ。それじゃあ、それではいささか辛い仕事をお願いするとしよう。覚悟したまえ。え？あの司さん、これは何でもしてくれると言われたものでね。これなら1時間で3時間ぐらいの安眠が得られそうだ。わかりました。1時間と言わず一晩中でも。さすがにそれは足が疲れるだろう。痛くなったら起こしてくれて構わないからね。はい。ありがとう、リルル君。私のために泣いてくれて少し気持ちが楽になったよ。はい。あれ、リンゴちゃん、あれあれ、司君とのお話もう終わっちゃったコマ？ねえ、リンゴちゃんってば、資材リストを渡して生産システムの相談をするんじゃなかった？
かご、いいのかがあるのか。分かったから早くするでござる。あら、お二人ともいらしてたんですの。じゃあ、なんでケイネちゃんまで。ああ、もうグダグダうるさい。さっさと入らっか。拙者江戸っ子ゆえ、うだうだうるさいのは嫌いでござる。いや、まさかルー殿がいたとは。怪我はありませんでした？ちょっとびっくりしただけ。元はといえば暁殿が無駄な抵抗をするからでござる。おかしいでしょ。なんでお風呂まで葵ちゃんがついてくるのさ。暁殿は七光聖教の教祖、いわば我々の殿様でござる。いついかなる時も警護がつくのは当然でござろう。じゃあケイネちゃんが一緒に入ってるのおかしいでしょ。あら、私は気にしませんわよ。もうやだ。ルー、なんか元気ないね。ルー、ククが覚えられなくて。ククって掛け算の？先生の出す掛け算のテストに合格しなきゃいけないの。なるほど、商人の修行というわけでござるな。あのマサトさんの弟子ですものね。なんだか数字さんってふわふわしてて全然頭に入ってこないよ。しかしそうやって頑張るルー殿を見ていると自分の修行時代を思い出すでござるな。拙者も剣の型をひたすら反復させられた時はうんざりしたものでござる。ああ、わかる。マジックの練習もひたすら反復だったからね。こっちは種知ってるわけだから面白くもなんともないの。そうですわね。医学書や解剖書は丸暗記するしかなかったですわね。みんなどうして頑張れたの？拙者は幼い頃から一条流剣術を学んでいたでござるが、ある日目標ができたのでござる。目標？暴れすぎ将軍という時代劇に憧れて剣で力なき人々の助けになりたいと思ったのでござるよ。二人も？そうだね。小学校の頃にはこれしかないって目標があったな。ルーの目標って何だろう？難しい話ではないでござるよ。要は自分がやりたいことでござる。やりたいことがあるならあとは頑張るしかないでしょ。やりたいこと、ルーにもあるよ。やりたいこと、でっかく覚えて掛け算やっつけるんだよ。うむ、その息でござる。そうだ、ルーは何か好きなものない？お金さん。おう、じゃあそれでいいや。数字ってどうしても抽象的だからお金をイメージして計算してみたら。お金さんをイメージ？うん、 5×5 なら5枚の金貨の山が5個あるみたいに。まあ、そう？じゃあ 7×7 は？49枚。う、正解。じゃあ 8×9 は？72枚。マジで？じゃあ 24×365。 8760枚。正解。ルー殿は掛け算のテストに合格したはずでは？ですわね。ならなぜ死んだ魚のような目をしているのでござるか？次のテストは割り算だそうですわ。ああ、商人の道も険しそうでござるな。ルーの金貨さんが減っていくよ。割り算怖い。いい、エル君、これが
この村の正体だよ。なんだよ